こんにちは、アーツです。今回ですね、この前のモチベが下がったところからどうやってそれを引き上げることができるのかっていう、趣旨のね動画出したと思うんですけれども、そこで使ったオンライン英会話の動画を詳しくブレイクダウンして解説していこうと思います。で、まあモチベーションを上げる方法として、ちゃんと準備をしてオンライン英会話を1セット受けると、まあ、ポジティブとネガティブの両サイドから自分のモチベーションをブーストできるっていう話があったと思うんですね。で、この動画見てない方はぜひ見てください。で、見たっていう方はですね、もうやりましたが、ね、やってない方はモチベーション下がっていっちゃう、ね、自分の勉強今まで積み上げたものもなくなってきてしまう可能性があるので、ぜひワンステップ、大事なステップになると思うので撮ってみてください。で、今回はこの動画解説するんですけれども、まあこの時に私がどういうことを考えてたかとか、そういったところですねを深掘りできたらなっていうふうに思っています。で、この時の動画は私はこう結構英語喋ってない時期で、まあ、個人的にモチベーションもう一回ブーストしたいなって思った時の本当に動画です。で、まあどれぐらい話しなかったかっていうと、多分10日とか英語話しなかったんじゃないかなっていうふうに思います。で、自分でも10日ぐらい英語話さないとやっぱ調子悪いですよ。で、日本語でも、まあ、多分10日ぐらい話さなかったら日本語の調子もあんまり良くない、まあ、スタラリングとかね、そういうのが増えてくるんじゃないかなとか思うんですけど、まあ、それでもやっぱり英語の方がその影響は大きい。やっぱり第二言語として学んでるんで、なのでやっぱりそれで、まあ私も結構英語に触れてきたね、人生触れてきたつもりですけど、それでも10日間とかでもうだいぶ、あ、なんか出が悪いなっていうか、こう今までそういう回路があったのがちょっと外れてきてるなって感覚も10日とか出ちゃうんで、なんで全然英語をあんまり勉強してないっていう人は、もっとそういうインパクトってやっぱ大きくなると思うんですね。だからやっぱり継続って本当に大事かなっていうふうに思います。はい。で、今回ですね、この動画ちょっと、見ていきますので、チェックしていきましょう。Hello. Hi, good evening. How are you? Hey, how are you? Yeah, I'm doing good. Doing good. Yeah, thanks. Great. まあ、この時もなんか久しぶりに英語話すから、ちょっとなんか、はぁ、っていう、そういう感じありますね。It's quite late for you, isn't it? Like 9:30 now.Not that light, I'm a night owl, so. はい。まあ、night owl。まあ、これはね、私好きですよね。まあ、皆さん見ていただいてる方知ってるんですけど、私、early bird と night owl っていう言葉すごい好きで、なんかぶち込めるときはもうぶち込んじゃえっていうふうに思ってます。で、night owl、ね、夜型って意味なんですけど、まあ、night person、I'm a morning person とか night person って言葉ありますけど、まあ、night owl の方が、ちょっとイディオマティックで、まあ、ディスティンクションにも入ってるんで、ここはすかさず入れましたよね。I'm the opposite, actually. I wake up really early, so... What time is it now over there? Here it's 8:30, so yeah, you are my final class of the day. で、これ聞いてる時に、もうどこで何か入れれないかなってもう常に考えてます。だからもう別に相手の話なんてもうどうでもいいっていうのが正直なところで、もう相手の話はどうでもいいから、とりあえずどっかそういう好き、自分のさっきレビューした表現をぶち込める隙間がないかなっていうのを常に探ってる状態。Are you back in Indonesia? Yes, I am, yeah. How long are you planning to stay there? To be honest, at the moment, I don't really have any plan to leave here. まあ、この辺はもう2個ぐらい簡単な質問して、その間に全然入れれないんで、ちょっとフラストレーション溜まってる感じね。For the meantime, while I'm running all of like my online work, I think here is just a really good place to be.Right. I won't be here forever, but in the meantime, I don't really have any ideas for going anywhere else. So sticking around for the foreseeable future. で、ここなんですけど、まず stick around で居続けるっていう表現が思い浮かんだんで、それを使って、で、しばらくの間居続けるの、しばらくの間の部分を for a while っていうふうに、まあ、言うことはできたんだけれども、これだといつもと同じになっちゃうので、なんかディスティンクションやった表現あったなっていうふうに考えたときに、あ、for the foreseeable future。ね、この表現あったなっていうことで、これをちょっと頑張って、こう、引っ張り出したっていう感じですね。で、もうこれを言った時に私が気づいてるのは、例えば、この foreseeable っていうのは、まあ、foreseeable っていう発音なんだけれども、foreseeable っていう手話で言っちゃってて、本当は foreseeable future なのに、foreseeable future っていうふうに言っちゃったっていうふうに思ってて、で、もうそういうところがあれですよね。なんかこう今までは foreseeable って言ってたのに、なんかこう英語しばらくやっぱ触れてない、動画とか触れてない状態で頑張って引っ張り出してるから、こういう小さな発音のところとかにもその影響がやっぱ及んでるんですよ。 foreseeable を foreseeable っていう風に言ってしまっている。で、
それを、そういうのに気づいて、話しながら気づくんですよね。で、気づくと、やっぱりちょっと最近話してないからなんかちょっと調子悪いよねっていう感覚になる。だからそれがネガティブサイドですね。ネガティブの方からやんなきゃって気持ちにしてるっていう状況ですね。ただやっぱ気づけるんですよ。ね。英語をずっとやってると間違った時にやっぱ気づけるんで、その気づいたところから、あ、間違っちゃったなっていうふうに思ってるわけですね。はい。Then have you got like anything that you want to do specifically down the road? で、ここなんですけれども、have you got anything that you want to do specifically? で、終えてもいいんだけれども、specifically で終えちゃうと、何も自分の中ではポイントがアップしないんですよね。新しいことを言えたら自分のレベルアップ、なんか HP が上がるとか、武器を手に入れたみたいな感じになるんですけど、これだったらもう何もないんで、ね、いわゆるなんかポケモンの硬くなるみたいな、なんか何にもなんないみたいな、ね、そういう感じで、ポケモン私はね、昔ちょこっとしかやったことないんですけど、それはいいとして、で、なんで、これだったら全然意味ないから、だから考えてるの、specifically ってここで終わらせないで、なんかないから、あ、down the road、ね、将来、in the future とかだったら意味ないから、ちゃんと down the road っていうのを、distinction 入ってるのを入れるというのをやってるわけですね。And are you planning to teach students in person or is it going to be all online? で、この時は、in person の一応使ったんですけど、あんまり、そうですね、それぐらいですかね。だから、相手がオンラインでやるのか、in person でやるのかっていうことは別に興味はない。興味はないって言ったら失礼だけど、そこまで、気になってない。そうじゃなくて、何を使えるかっていうのを考えてる。これ、英語のレッスンだからね。人との、会話なんだけれども、英語のレッスンなんで、その、自分が、やっぱりやるべきことを識別してやろうとしてるっていう感じですよね。Yeah, actually, it just makes teaching so much easier. And you've got quite a lot of experience under your belt already, so. で、ここで、私はすごい嬉しいわけですよね。ね、under your belt. ね、have a lot of experience under your belt. You've got a lot of experience under your belt, so. ね、a lot of experience under your belt. この under your belt. この表現、distinction 入ってるんで、使えたっていうのはまず嬉しくって、で、モチベになってるわけですよ。で、この時に、you've got a lot of experience under your belt, so, この so の後は別に話してる時は考えてないんですよね。だから、so, だから何っていう感じではあるんだけれども、だから、いいよね、みたいなことなんですけれども、そこまでは正直考えてなくて、どちらかというと、あ、これ、experience に関連することだから、experience に関連するなんか表現あったら、have,A lot of experience under your belt. これ、distinction あったな、使う。こんな感じですね。Yes, so far, so good. Yeah. で、この時なんですけど、ちょっと声がかぶっちゃってるんですけど、so far, so good っていう表現ね。so far, so good。ね、これを使ってくれてます。これも distinction 確か入ってたと思います。playing to your strengths. Nice. はい。で、ここですね。playing to your strengths. Nice. っていう、ね。何様だよって感じなんですけど、強みを生かしてるんですね。いいですねっていうことなんですけども、これも、お分かりの通り、この表現を使いたかっただけなんですね。What about you? What have you been up to recently? Just traveling around Japan. Oh, cool. But yeah, like over the past couple of weeks or so, I haven't had a chance to really speak in English. So okay. I feel like my English has been kind of getting rusty and shaky. Okay. So just wanted to brush up on it by talking okay. to you.はい。この時はちょっとね、怒涛のこのディスティンクション思いついたんで、getting rusty。で、rusty で終わらせてもいいんだけど、shaky もそういえばあったよねって。不安定、たどたどしくなるっていう shaky があるから、getting rusty and shaky。こうやって形容詞組み合わせて、ドン。で、それから、getting rusty and shaky。So, I just wanted to brush upon it. brush upon も、あ、これ使えるな、brush upon it。ディスティンクションの表現3つ、2分かな ?1 分か2分の中に、詰め込むことができた。満足度めちゃくちゃ高い、部分ですね。I don't have any specific questions or anything today, but I just wanted to kind of, you know, get in the groove, you know, by right, yeah, yeah, sure, sure. Hopefully, yeah. I can get back into the swing of things.、Mm-hmm. Yeah. All right, yeah, no worries, no worries, yeah. はい、でもこれもお気づきの通り、get in the groove を使いたいだけ、get back into the swing of things、これを言いたいだけなんですね。でも思いついた、あ、これちょっとこれとこれくっつけてドンって。やったっていうね。こういう、ゲーム感覚、これすごい大事ですよね。で、ポジティブな気持ちになれるし、でも同時にこれ話してるときに、うわ、なんか、文が続かないなっていう、その感覚、ネガティブな
部分もあるから、この2つをちょっとコンビネーションで自分のモチベーションに変えるっていうような感じの動画でした。はい、ということでいかがだったでしょうか。このようにですね、オンライン英会話、ぜひぜひ活用して自分の学習のポジティブなサイクルを作っていっていただければと思います。で、今回の会話スクリプトっていうのは、また公式 LINE からキーワード、今回はモチベですね、カタカナ3つを入れていただくとダウンロードできるようになってますので、ぜひぜひ活用してみてください。で、それからですね、キャンブリーさんが今ブラックフライデーセールっていうのをやってるみたいで、1年のコースが半額で手に入る期間があるようです。11月22日から27日の間に1年コース 50% オフらしいです。で、プロモコードをいただいてます。はい、で、このプロモコードが ATS22BF ってなってるん で、これを使うと1年コースが半額になるみたいなんで、キャンブリー、1年ぐらい、ね、ここから話す練習したいなって方はぜひ使ってみてください。はい、ということで最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。